一本棒を崩していって南関東勢、さあ後ろから上がって4番岩本が2番の増木の横で止まりました。さあ人気を集めた関東勢にくさびを打って南関東の3選手、そして前で待つのが9番の山崎です。さあ4番の岩本が7番手から動いて2番の増木を封じ込めています。前で待つのが北日本勢9番の山崎。さあ打賞の2コーナー、この辺りで4番の岩本が縦に踏んでまいりました。南関東勢がここで主導権を握っていきます。9番の山崎を叩いていって4番の岩本俊介、そして2番の増木匠、関東勢すかさず巻き返してまいりました。4コーナー直線、さあ外を通って2番の増木匠、合わせるようにして4番の岩本俊介、ここは踏み合いとなって最終の 1,2 コーナー中間地点、先頭に変わった2番の増木叩き切って追走、7番の吉沢で5番の武藤達夫が続いている。関東勢で切っていって1番松坂が切り替えるようにして4番手9番山崎、依然として後方の7番手、2番手は前と車間を切って7番の吉沢純平、4コーナーを回ってくる。先頭は2番の増木、番手から7番の吉沢純平、関東ライン上位独占。